血液検査はい、どうされましたか？今着いた新幹線にどうしても乗りたいんだけど。切符はお持ちですか？まだ持ってないんだよ。じゃあ今回は特別に降りる駅で精算してください。ありがとうな。お気をつけて。おいおいおい、あいつ前もギリギリで乗ってきたぞ。え、そうなんですか？もしかすると不正の常習犯かもしれねえな。念のため降車駅に連絡しとけ。わかりました。すいません、精算お願いします。かしこまりました。どちらからお越しですか？新横浜です。駅員さんから証明書をもらえませんでしたか？急いでてからどっかで落としちまったな。なるほど。ちなみに2時間ほど前に岐阜羽島駅から乗車されたお客様が切符を持っていないと連絡が来たのですが、他の駅からは特に連絡がないんですが。え？新横浜駅の駅員さんが忘れていたんですかね？そうじゃねえか。しかも新横浜だったらそんなに急がなくても新幹線が来たはずですよ。いや、まあ急いでたからな。ちなみにお客様がギリギリに乗車される際に渡された証明書なんですけども、いつどこで誰に何枚発行されたのかデータも残ってるんですよ。え、ああそうなのか。駅にはたくさんの防犯カメラもあるんですよ。嘘だ。ごめんな。本当は岐阜羽島から乗ったんだよ。許してくれ。過去にも同じようなことしましたよね。いや、そんなことは。また嘘をつくんですか？すいません、やりました。ここからは警察の方と一緒に話しましょう。終わった。